1994cc はアポロ群の小惑星。1994年にキットピーク天文台のスペースウォッチプログラムでジェームズ・スコッティによって発見された。2009年6月10日に 1994cc は地球から252万 km にまで接近した。その直後の6月12日と14日にジェット推進研究所のマリナ・ブロゾビックと ランスベンナーに率いられた科学者チームがゴールドストーン点問題のレーダーで観測を行い2個の衛星を発見した。それまでこの小惑星について科学者たちが知っていたことは非常に少なかったが、これによって見重系であることが分かった2個目の地球近傍小惑星となった。なお2009年までにレーダー観測が行われた地球近傍小惑星のうち、 見重系だったのはわずか1%である。ゴールドストーン天問題のチームと、アレシボ天文台のマイクノーランに引きられたチームの観測によって、1994cc の主成と2つの衛星のおよその大きさは分かっており、観測データを組み合わせることによって、さらに軌道や物理学的な特性についても研究されることになっている。1994cc が次に、 地球から250万キロメートル以内を通過するのは2074年である。1994cc の衛星が移動している。様子。スプスウォッチディスカバリーズ41994。スプスウォッチネオディテクションスバイヤー。ユニバーシティオブ・アリゾナ。2009年9月21日。閲覧。 スプスウォッチディスカバリーズ41994トリプルアステイロイドシステムトリプルズアブザーバースインタレスト NASA2009 年9月21日閲覧レーダーイメージングアット NASAS ゴールドストーンソーラーシステムレーダーオンジューン 12&142009 リビールドザットニアアースアステロイド 1994cc is A トリプルシステム ありがとうございます。